まずは最終としてシャンソンに挑戦する大原ちか子を演じました高畑勲子さんです。皆様こんにちはあの高畑です。本日はあの台風の中こんなにたくさん来ていただいてもう嬉しい限りです。あのご覧のようにお就活と映画じゃないという映画じゃないほど華やかな女優陣そして華やかな大優陣の登壇でございます。今日はどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。 続きまして、ちかこしんいちの一人娘、大原あやを演じました、郷力リ芽あやめさんです。みなさん、こんにちは。本日は本当お足元悪い中、ありがとうございます。満席嬉しいですね。本当に幸せです。ただ、あやちょっとぐれてます。すいません。<laughs> ぐれました、娘。 今日初めて見て見ねただね、あの本当にこの青春、最春というか、熟春というか、いろんなものにふさわしい、なんかこの華やかな感じになったんじゃないかなと思いますが、短い時間ですが、本日はどうぞよろしくお願いいたしますそして、綾の婚約者である菅野涼太を演じました、水野雅さんですありがとうございます。 え皆さん朝から本当にありがとうございます。あの、先ほどスタッフがあの、皆さんと一緒に途中まであの、ご覧になってたということで、あの、たくさん笑ってたよっていう声をあの、聞きました。特にあの、野球のところたくさん笑ってたっていう声を聞いたんですけども、非常に嬉しく思います。今日を機にまたあの、多くの方に見ていただけるように僕も宣伝頑張っていきたいと思いますので、皆さんもお力を貸していただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。 シカコののャンソンソ先生役丸山花江を演じました大木かなめさんです皆様こんにちは、大木要でございます。今日はお足元の悪い中お越しいただきましてありがとうございました。皆様楽しんでいただけましたか <laughs> あもうこの拍手をいただけただけでもすごく胸がいっぱいでございます。私も宣伝頑張ります。今日は短い時間ではございますが楽しんでいってください。 そして本作の勝つ監督の烈烈なオファーで友情出演をいただきました、新一後藤の行きつけのスナック、香りのママ、香り役の藤原紀香さんです。え皆さん本日は雨風の強い中ありがとうございます。えー、私は、あの、実は前作を見て、本当にもう大好きな、 映画でしたので、オファーをいただいたときにめちゃくちゃ嬉しかったです。皆さんと同じように、この映画のファンの一人です。今回はバー香り役、バー香りの香りママとして出させていただいたんですけど、大変貴重な経験させていただきました。本当にこの映画がもっともっと多くの方に見てもらえばいいなと思っています。本日はありがとうございます。 そしてフランス帰りの画家後藤秀樹を演じました長塚京三さんです長塚ですこんにちは、えー、ご来場ありがとうございますこういう機会はあまりないので本当に嬉しいです、えー、劇場に足を運ぶだけでまあ、僕らの世代は、えー、エネルギーを消耗してしまったりするんですが、えー えー、それに加えて映画をご覧になって疲れが出てしまったなんてことはないでしょうね <laughs>、えー、楽しくあの撮影させていただきました、えー、それは皆さんご覧になったとおりです、えーまあ、またこれの続編ができるんじゃないかとぜひそちらの方にも参加してみたいなというふうに。 思わせる作品でしたありがとうございますありがとうございますえ、そして脚本を自ら書き下ろしメガホンも取りました勝木秀行監督ですどうも皆さんありがとうございますえー、笑っていただけましたでしょうか <laughs> ありがとうございますあのこの絵はですね、えー、第2弾になりますで第1弾はですねあのー。 皆さん、えー、ご覧になった方いらっしゃいますあ,ありがとうございます。で、あの第1弾の、えー、1年後という設定で第2弾、この映画は、えー、作りました、えー。この映画はですね、えー、実はあの第1弾の時にあにコロナの真っ最中で,です、ね、あの公開の初日、えー、旧都府県で映画館が閉まりました。それで まああのー、我々的にはですね産んだ子供が世の中に出なくて終わってしまうんだろうなっていうすごくあのー、その頃は落ち込んでおりましたその後ですね一年経ちえ一、ー、年半ぐらいでしたがあのー、悲劇場というですねあのー、ホ,ホールとかあのー、学校とかそう公民館とかああいうところであの映画館のないところで上映する悲劇場という団体がありまして、えー、そこからですねなんとあのー 7万人近く見てるよと。で、これがあの全国ナンバーワンになりましたという情報が来まして、それでぜひパート2をあのみんなが見たがってるからやってくださいという、そういうことでこのパート2が生まれました。で、今日もなんか <laughs>、 朝から台風が来てるだけで、この映画はなんでこんなに、なんか、こう、七難ハックを我に与えたまえみたいな映画かなと思って、えー、ちょっと心配してたんですけど、まあ、なんとかこれだけ集まっていただきまして、本当にありがとうございます。えー、あの皆さん、あこの映画面白いと思いましたらですね、あのー、映画サイトとか SN、SNS とかで,ですね、ぜひ、あ面白かったよとかという書き込みなどをやっていただければ、この映画がますます成長,いき、ま、成長していきますんで、よろしくお願いいたします。 ありがとうございますさあ皆様は今映画を見てほやホやでの状態でございますぜひいろんな裏話なども皆様にお伺いしたいと思いますそれでは大変恐れ入りますマスコミ皆様フラッシュ撮影はここまでとさせていただきますフラッシュなしでの撮影をお願いいたしますさあそれではまずは高畑さんからお話をお伺いしたいと思いますいは前作から3年経ちましたあのこの最春制作されると聞いて 当時いかがでしたかおあもう一回やるっていうことですか、ええ、それは嬉しいですよ、うん、あの第2作ができるっていうことはあのやっぱりね、トラさんになるんじゃないかとかまた思っちゃったりなんかしちゃったりしてやっぱりそれはそれは嬉しいものでしたはいあ,あそうですよね、そして今回シャンソンを歌うというオーダーもいただきましたが、いかがでしたかそこはちょっと困ったなと思いますですね <laughs> それは歌わない方がいいんじゃないかなとか 実際歌っちゃったらこれえそれはちょっと困りましたはい皆様高畑さんのシャンソンいかがでしたか <laughs> <laughs> 本当に感動の涙を誘うシーンでしたけども勝木監督オファーした時やっぱり高畑さんすぐに首を縦に振ってくださいましたかえっとですね最初はあの いやそれやめた方がいいんじゃないっていうような、えー、情報を得たので,で僕の方で、えー、高橋さんに会ってでこのちょっと歌はですね僕がちょっと役史、えー、を書かせていただきましてで高田さんの前で僕が歌ってこんな歌ですけどどうでしょうかって言ったらあそれでいいんだったら私 <laughs> いいんじゃないって <laughs> 僕はあの下手に歌ったんですわざと <laughs> こういう感じでお願いしますって言ったんですあれは手だったんですね <laughs> 今明かされた真実でしたねでも本当に素敵なライブシーンでございましたさあそしてあのー、お就活の熟春でも大原家が本当に自然な家族でしたけれども今回また綾役をあ、あのー、演じましたアヘムさん、えー、今回はいかがでしたか、あのー やっぱり菅野亮太さんとの恋の行方が前回とても気になってそのままま、ね、終わりましたけれども今回は結婚目前ということで。婚約しましままたねありがとうございます <laughs> <laughs> なんとかただやっぱりねあのお原家そんなスムーズにはいかないのでいろいろトラブルあったり。 でもなんかそこがやっぱりなんかこういいなっていい両親だなって思いながらというかでも、やっぱどうしてもあの食卓のシーンが本当に大好き今回、ちょっと前回よりは少なかったんですけどみんなで食事を囲むっていうシーンはやっぱり1つのポイントになってるなっていうあのシーンが大好きなのでいろいろおいしいご飯がたくさん出てくるんですけどそういうところでもこう楽しんでもらえるかなって思いますね、うん。とても、ね、身近に感じる家族像を描かれています、ねあのね。ご飯をを、ね、<っ>食べる芝居が上手なんですよ。 力さんはづ <laughs> いていらっしゃいますね、皆様もあのご飯を食べる、召し上がるのも、予想のも、どれも上手なんですよね、<laughs> 前回、炊飯器から装ってましたもんね。でもなんかやっぱり日常なので、やっぱりどうしてもこう喋んなきゃいけないから、ちょっとずつって、最初思ったんですけど、でもそういうことじゃないなと思って、もう遠慮なくこう、がつがつ食べる娘っていうのは、ちょっと意識しながら、前作から、最初の作品から意識しながら。 なんか監督に最初から褒めていただけたので今回も思い切って。最初に言ったんですよ <laughs> <laughs> あのねそいながらセリゅ言ってなかなか難しいんですけどいや上手だなと思って、うん、そして、その食卓には菅野涼太演じました水野さんも,もうすっかり家族の一員のようにご飯を召し上がってましたが。 そうですねただやっぱり僕はあの橋爪さんというお父さんが横にいらっしゃいますので <laughs> あの息子としても多少やっぱ気は使いながら、はい、食べてましたけどやっぱりでもあの本当に料理があの劇中の料理がめちゃくちゃ美味しくてあのステーキもそうですし西京焼きもそうなんですけどあらこれ毎日食べれたら幸せだなと思いましたね。 あの今回、最春をお手伝いするということで、はい、あの橋爪さん演じる大原慎一、野球の監督という夢を、はい、あの水野さん、叶えてくださいました、亮太、はい、役として、野球のシーンいかかがでしたか監督、あれな、何カット撮ったんですけ、野球のシーンね、150カットぐらい撮ってるからめちゃくちゃ撮ったんですよ、でやっぱりあの試合の進行通り、順番にこうわあ撮ってくって ですけど、もうそれだけ撮ってるんで、やっぱりだんだん時間がなくなってきて、こう最後、日が沈む戦いになってきたんですよで。ちょうど僕のそのバックホームのこの走ってきて転ぶシーンがあったんですけど、もうだいぶ曇ってきてて、で、一回転ぶと汚れちゃうんで、もう監督がその絶対に一発で決めてくれっていう、すごいプレッシャーが、絶対うまく転べようみたいな感じで来て、まあ、無事一発で撮れたんですけど、だからもう渾身の転び方をしましたね。はい 見事な転びでしたね。取り直しできないと思って、<laughs> はじめさんも早く帰るぞって言ってたんで、もう絶対失敗できないなと思ってたから。これ、えー、は一作でもやってるからね、えー、転び方が上手だってみんなが言ってたから。菅野亮太はよく転ぶというーーもありますものね。ねはい、ああ、そうでしたが、そんな裏話があったのは,、はい、はありがとうございますそしてこの、今回からこの、えー、最終人生ラプソディーから参加をされました、えー、大木かなめさん。 実はこの映画の出演がきっかけで認知症介助士と介護予防健康アドバイザーの資格を取得されたそそ、ね、そううでですすねねの勉強をして皆様にこれだけは知っておいた方がいいよというお役立ちポイントなどはありますかそうですねあの私はこれ の,あの資格を取ったこの2つで仕事をしようと思ってなかったのであの両親のために何か知識を入れ,てて入れたいなっていうことで取ったのでもう大きいことは言えないんですけれどもあのまずあの認知症とかその介護の。 あの、実際にやられてる方のお話とかを聞くだけでもすごく勉強になりますので、ちょっとお話とかを聞いていただけたらいいなって思うのと、あの、勉強する、した時に、一番最初の教訓みたいなのがあるんですけど、その認知症の方とか、要介護が必要な方々が、この、あの、安心して街に、 出てていいける環境であっったりとかっていうのをあの心がけるあの資格っていうふうに書いてあったのでそれを思うだけでも全然違うと思いますしいつか自分がそういうふうになる。 まあ親世代もそうですし自分もなるし若年性認知症とかっていうのもあるので早めに出る方とかもいらっしゃるのでなんかそういう人たちがもしいたら優しく接して話しかけてあげたらいいと思います。<laughs> はい、優しく話しかける。やはり知ってる知らないとでは言葉一つでもね、<laughs> 違いね使いますものね。はい、ありがとうございます。さあ、そして、勝木監督から熱烈なオファーで友情出演を果たしてくださいました。藤原紀香さん。あの、実は前回の熟習もご両親に進めていただいたということで。そうなんです。えー、もうこれは絶対見た方がいいよということで。やはりでも、まず父は、橋爪さんと同じように、あの、こう見に行くことを躊躇するんですよね。 年なのに年齢重ねてるのにまだそんな時期じゃないとか言うんですけどあなんかこう本当に大原家のあの問題と一緒だなと思ってこう必死に連れて行った思い出がありました、はい、そうですかご両親はなんとおっしゃってましたか見てよかったってはいそうですかいろいろ考えることもいっぱいあるねっていう話ができたのですごくよかったですねう子供世代から進めらめれる社 映画というのも本当に珍しいと思いますよね。はい、ありがとうございます。そしてフランス帰りの画家という設定で、あの長塚さんごと演じていただきました。実際の長塚さんを投影されたような役でしたがいかがでしたか。いやまああのどうも一生フランスからは逃げられないみたいで困っております。<laughs> えー、うんあの僕は外部からのねあの侵入者という。 ことですから、あの家族は羨ましいなぁとずっと撮影し中思ってました。うん、この次は多分入れてね、<laughs> お仲間にお願いします。<laughs> ありがとうございます。うちの食卓にどうぞ美味しいですからご飯食べましょう。天ぷらですけどね、いつも天ぷらなんです。<laughs> 大事なお客様をお迎えする時はいつも天ぷらなんですよねありがとうございますぜひその絵もね見てみたいですありがとうございますさあ、そして、えー、映画はですね青春時代の夢がポイントとなっておりました大切な約束というのもポイントとなっておりました、えー、今回ですね皆様には実はパネルをご用意いただきましたのでぜ,ぜひ皆様にご覧いただきたいと思います、えー、こちらのパネル皆様の 私の青春時代、こんなにも輝いていました。というお話をお伺いしたいと思います。さあ、皆様どんなお写真をご用意いただいたのか、えー、皆様にご披露していただきたいと思いますが、それではまずは。高畑さんから参りましょう。ではお願いいたします。すすはい、<laughs> どん見えます。<あ>見えますか？おってます、ね、お、面白いって言われたのにもう忘れる。<laughs> はい、このお写真はいつ頃のお写真ですか？これね、高校生です。あの生徒手帳の写真です。生徒手帳はい、はあ、あのー、パーマかけちゃいけないのに、私は天然ですって言って、毎日 <laughs> あの夜、お母ちゃんのカーラー借りてくるくるして学校行ってました。陶酔部だったんで泳いだら直毛になるんですけど、<laughs> そういうね。プラチナ？ でも当時からおしゃれだったんですねシャレっていうかそうですね、うん、なんか大人になりたいっていうかませてましたねただ今みたいにしゃべれなかったんです<あ>好きな人がいたんですけど陸上部の長野君っていたんですけどね長野,長野君の前行くと貝みたいになっちゃうんです <laughs> <ら>だからなんかあんたな私らとしゃべるより長野君の前でしゃべったら好きになってもらえると思うでって友達に言われて長野君の前でもしゃべれるような開放系の人間になりたいなと思って演劇の世界に飛び込んだんですほんならこんなになってしまったんですね <laughs> その後長野くんにお会いしましたか。会いました。<laughs> いかがです。今、それも話すとも三時間ぐらいかかってしまいますので <laughs> 割愛しますが。また時間に。<あれ S 1> そうですか。いやでも本当にとってもなんかこうお勉強できるすごく賢い美人さんという感じがするんです,ですね。うん、まあ整った顔してますよね。<laughs> これがこうなるんですからね。人生というのはなんと無謀いものかというね。と <laughs> んでもない素晴らしいお写真素敵なお写真ありがとうございます。さあそして続いて剛力さん。 お願いいたします。はい、じゃん,ん。あら、これはいおいくつぐらいの時ですかね？ね多分、小学校低学年7歳とか8歳とかそれぐらいだと思うんですけど、はい、これ初めて子供用の浴衣を着た時だったんですよね。この時代、まだやっぱ子供用ってものがあんまりなくて、初めて旅館に行って。 子供サイズありますって言って着させてもらってもすっごい気に入っちゃってここから私浴衣好きというかもともと洋服は好きだったんですけど私浴衣着たいって言ってまあなんかさらにおしゃれに目覚めたというか浴衣好きそういうときめきをしてた瞬間だなっていうので今回これを持ってきてみました本当と,ときめいてる素敵な笑顔ですねありがとうございます <laughs> さあそして続いては水野さん参りましょうじゃん ここんな感じでですすちらはサッカー,すサッカーですね<え>僕はあの5歳から18歳までサッカーやってまして母親があの歌って踊るあの履歴書を送るあるじゃないですか、はい、<laughs> あれに送るかサッカーかどっちがいいって言われて5歳の時僕はサッカーを選んでそこからもうあの毎日365日ずっとサッカーをやり続けて、まあ、中学校ぐらいまでは一生懸命やったんですけど高校がちょっとあのルーキーズみたいな学校に行きまして 顧問がユニフォームを忘れて危険とかですねファ,あのファールで乱闘で中止とかそういうあのサッカー部に入っちゃったんであの最後の方がですね結構あのちょっとあの大好きだったサッカーを怠けた時期があってそこで僕めちゃめちゃ後悔したんですよだからあの今このお仕事をさせていただいているんですけどやっぱ13年長く続けたものの最後が非常に後味が悪いものだったんで。 今のお仕事は絶対そういう風うに怠けないようにしようということであの真面目になりました。はい。サッカーが生きてますね。そうですね。<laughs> もういろいろ尖ってましたね学生時代は。はい。この頃はまだ可愛くサッカーやってた頃なんですけど、はい。そうですね。貴重な写真ありがとうございます。はい、あますさあそして続いて大木さん参りましょうか。はい。どんなお写真でしょうか。はい、私はですねあのこれはえっ、ー、と2015年ですね。<い>あの宝塚を卒業した 宝塚大劇場を卒業した日のセレモニーですね。やめて、えっ、ー、と、対談、あの、門袴っていうのがあるんですけど、それを着て、あの、外に出て、ファンの皆様のところみんな練り歩いて、ありがとうございましたってお辞儀するね。私はもう中学生からも、あの、宝塚に青春を捧げましたので、はい。うん十年、はい。 もうかっこよくてもうっとりしちゃいますね懐かしいですこれはもうこれは本当に貴重なお写真ですどうもありがとうございますさあそして藤原さん参りましょうか私も私は三0数年前になりますけれどもこれまだ九十二年で学生の時でした二十歳ですね二十歳の時でそして <laughs> あのいやいやいや大学に行きながら親にこの世界に入ること私は夢を持っていたんですけど反対されていたので、えー、とにかくこの西宮兵庫県と東京をこの時にデビューしたので通いながら大学のーエベブ学科だったんですけどその一旦妹したら芸能界でりは許さないと両親に言われていたので。 もう必死で通いながらもう円形ハゲに作りながらやりましたねだからこう、この時代の写真を見るとなんかあ頑張ったなと今もっと頑張らなきゃなってこう思い知らされるそういった写真ですね、はい、貴重ですねしかもあの <laughs> ミス日本グランプリの写真でよくあの拝見したのは、はい、お着物のお写真が結構多いと思うんですけれどこれは初出しですね。 初出し。今日が初出しです持ってきました。はい、ありがとうございます。は、もうじゃ、だね、ほとんども家族以外見たことないような。そうですね。初めてのものをちょっと探してこようかなと思って。わあ、ありがとうござい。ますご主人の愛之助さんもご覧になった。あ、見てないと思いますね。これ。それよりも先によろしいんです。もちろんです。そんな、そんな、はい。 どうもありがとうございます、はい、貴重な写真でございました <laughs> ありがとうございますさあ続いて長塚さんぜひご覧 <laughs> みたいですお、はい、うわ、おしゃれかっこいいこれはどのようなお写真でしょうはかははい。ははい <laughs> 去年というのは嘘で <laughs> 50年ほど前の50年ほど前もしかしてこちら場所は日本ではないですね日本ではないですね、はい、パリですね パリですかまだ俳優になったかならないかぐらいな頃です。<laughs> <う>50年前ですから、ね。うわ、貴重なお写真しかも綺麗な状態で残ってますね。ありがとうございます。わ、もうかっこいい、もうモデルみたいです。この写真あの見たことありますよね皆さんね、今日映画で。ええ。 この写真を合成をさせていただいて <laughs>、私ととあのあ赤ちゃん赤ちゃんというかあのね子供の頃のあのすみません全然関係ないんですがあれ僕の孫です。長塚さん気づきました？孫 <laughs> そ、それを使わせていただいて。うわーそうなんですかそれは素敵な仕掛けですね。重要 <laughs> な写真ですからね。ねえわーしかも。 半分リアルですからねありがとうございますさあそして克樹監督お願いしますうわこれは <laughs>、はい、かっこいいこめっちゃかっこいい <laughs> これおひげを蓄えてがはいこれはあの東映の京都撮影所で私女監督をやってましてその時の、えー、カチンコを叩いている時の写真です<ー>あの頭リーゼントでひげを生やしてました <laughs> 当時は撮影所はなめられたら終わりとだから京都の撮影所なんかは嘩の強いやつが一番偉いと <laughs> そういうふうに教えられてちょっと突っ張ってやってました、はい、本当にいかにも強そうな感じは、ね、漂っております貴重なお写真ありがとうございますさあ皆様に思い出の写真そして一番青春輝いていたお写真をご披露していただきましたどうもありがとうございます <laughs> さあそれでは えー、パネルの方を回収させていただく間にやはりこの「最終人生ラプソリ」お就活ですね勝木監督の愛もたくさん込められていると思いますけれども、えー、どのような思いが込められてこの映画を作られましたか簡単にお願いします、はいあのー、僕の考えているね就活っていうのはですね、あのー、終わるための活動ではなくて終わるまで皆さんどういうふうに楽しくいきますかっていう方を考えて。 どうせいつかは終わるわけですからであればあのもう年だからもう俺何もしたくないとか私もう面倒くさいとかじゃなくて終わるまでやっぱり楽しんで人生を生きてくださいっていうのがテーマになってます、うん、ありがとうございますさあそして最後に高畑さん皆様へのご挨拶をお願いいたします、えー、本日は本当にありがとうございます今日こうして皆様とお会いできお就活今日から船出です え世の中いろんなことありますけれども映画を見て連れ立って見て見終わった後ああでもないこうでもないあの人好きだったあの人は嫌いだったとかそれは罪ないことですから大いにそれも楽しんでそれも含めて楽しんでいただきたいと思いますあのおしゃべりはとても大事ですあの閉じこもらないで出かけていない人を もし思い出したらその方をぜひお誘いくださってこの映画がどん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 皆様の目に触れますことをあの切に願っておりますどうぞお力おお力貸しししくくださいいよろしくお願いいたします。